152mm 榴弾砲 M1943 とは、ソビエト連邦が第二次世界大戦中の1943年に開発した榴弾砲である。大祖国戦争の最中の1942年、ソビエト連邦は、赤軍の狙撃兵軍団司令部直轄の砲兵連隊に対して M-30122mm 榴弾砲よりも、 強力な 152mm 榴弾砲を配備させることを決定したが、当時のソ連軍の 152mm 榴弾砲は、第一次世界大戦期のものを改良した程度に過ぎず、射程距離や機動力の劣る M1909-30 と M1910-37 か、砲画の構造が複雑で、コストが加算だゆえに1941年に製造中止となった。 M-10 ぐらいしか存在しなかった。そこで M-30 榴弾砲の方側に M-10 の方針を装着する案が提出された。M-10 はもと師もと団砲兵向けに設計されていたが、後にソ連軍の編成方針が変更されたために軍団砲兵に配備されていたのである。上述の通り、 D-1 榴弾砲は M-30 の方馬に M-10 の方針を装着させたものである。M-30 の方馬は M-10 のそれに比べて軽量なため、そのままでは射撃時に大きく振動する可能性があったので反動を相殺させる目的で大型のマズルブレーキが装着されている。D-1 は1943年に採用されたが、 第二次大戦終結までには数百門しか完成していなかったことと D-1 が採用された頃には選挙区はスターリングラード攻防戦で勝利を収めたソ連に有利となったせいかあまり活躍はしていないようでドイツ側も露覚して運用した形跡がない第二次大戦終結後ソ連軍の師団砲兵はより一層の機械化の進展により 銃砲を牽引可能な車両に不自由しなくなったため、76.2mm 矢宝を編成から外して 122mm 榴弾砲と 152mm 榴弾砲を装備するようになった。これにより、DE-1 は ML-20152mm 榴弾砲や、その後継である DE-20152mm 榴弾砲と共に 死団砲兵の主力となった。後には、ソ連軍でニエス・サン・アカーツィアの登場により、前線部隊では退役したが、現在でも、旧ソ連構成国の多くで、予備兵器として保管されている。さらに、M-30 と同様に、ワルシャワ条約機構加盟国や中東諸国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国などにも供与され、多くの戦争、紛争で使用された。 中華人民共和国では54式 152mm 榴弾砲の名称で正式採用された同時期の外国製 150mm 級榴弾砲ありがとうございます。